皆様こんにちは。私こう見えても落語家なんです、桂三枝、改め六代桂文枝の15番目の弟子の桂さんに輝くと書きまして、桂三枝でございます。どうぞよろしくご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。本日はなんと面白い日本語についてお話しさせていただきたいと思います。特にその英語から来てるカタカナの日本語になってる面白い外来語、それについて本日はちょっとシリーズを作りたいと思ってます。特に、英語今から習おうと思っている今見ていただいている方のために、これはちょっと面白いかもしれないんです。なぜかというと、ほとんどの英語の、まあ、その外来語は英語のまま日本語になって、そういう風に使われてるっていうのは、カタカナの日本語から英語にすると通じること多いんです。私も逆だったんですね。初めて日本に行った時に、いろんな英語はカタカナ風にすると、それが日本語になるからすぐ使えるっていうことはすごく便利ですけど、でもその中であるフレーズは日本語の独特な使い方になってるから、それについて3つのカテゴリーについて本日はちょっとお話しさせていただきたいと思います。最初はロマンスの枠ですよね。ロマンスで、次はスポーツですよね。スポーツは結構外来語も出てくるんですよね。で、スポーツからフード、料理とか飲み物とかについての外来語も出てくるんですよ。その3つのカテゴリー10個の私がかなり好きなサンシャインステンピックという、そういうタイトルをなんか外来語っぽいですよね。お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。最後までお楽しみください。まずはロマンスですよね。ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと襟を直させていただきます。まずはロマンスです。これはうちの師匠の創作落語で出てくる単語だけど、ちょっと古いんですよね。私の友達はこの単語を使ってる人はあんまり聞いたことないんですけれども、アベックというんですね。これは面白いんですよ。これは実は英語ではないんです。これはフランス語。例えばアベックは、私もカナダ人だから学校でフランス語も勉強してたんですね。カップルということですよね。ペアということですよね。でアベックのフランス語は一緒という意味ですね。アベック。Je suis avec toi。私はあなたと一緒ですっていう。一緒だけの単語ですけど、日本語になって、まあ、この人とこの人は一緒だからカップルになってるという考えだろうけど、その単語自体は面白いなと思って、英語だったらアベックって言ったらカポ。カポという英語はカップルになってるんですよね。これは2番目のベストカップル。私の友達はよくいろんな人について言うんです。2人はベストカップルですよね。ところで英語も我々はベストカップル、英語のベストカップル使わないんですよね。いやちょっと不自然ですよね。それよりグレートカップルとか、They are perfect for each other とか、二人はぴったり合いますとか、Match made in heaven、 天国で作られたカップルという、そういうフレーズですよね。だからベストカップルはあまり英語では聞いたことないんですよね。その2番目だから。3番目、ロマンスの中のこれは最後でございますけれども、ペアルック、この日本語私大好きですね。なんか2人が同じなんか服、同じ帽子とか、同じなんか着物とか、同じ色合いとか、なんか着るとペアルックっていうんですよね。私よく使うんですよね。ガールフレンドとかと一緒に使うより、たまたま私と男の友達がなんか同じような服を着た時に、おペアルックというように私は使うのが好きですけど、ペアルックlook という英語はないんですよね。また pair look、 oh you have a nice pair look、 聞いたことないんですよね。大体ね、この look 自体はあんまり表せない英語で、英語は例えば帽子だったら you have matching hats、 OK、
か。シャツだったら、oh, matching shirts とか、ドレスだったら、matching dresses とか。なんかその服について、matching なんとかの方が言うんです。ペアルックはあまり言わないんですけども、本当に英語に逆輸入したいぐらい私このペアルックという日本語大好きです。そしたら次でございます。今度はスポーツについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。さあ、4番。ナイター。これは野球だと思いません。英語考えたら、ナイター。N-I-G-H-T-E-R。ナイター。まあ、夜でやる試合。ということですね。夜中の試合とか、暗くなってからの試合っていう意味なかもしれないんですけど、このナイターという英語はないんですよ。私たちは言わないんです。ナイトゲームとかは、多分一番普通と思うんですよ。こういうナイターっていうのはイギリスっぽいかもしれないです。我々カナダの英語とエリカの英語とイギリスの英語それぞれちょっと独特のところが違うんですから、なんかナイターとかナイターとかナイターっていうと、イギリスっぽいな。イギリスで例えばサッカーで、そのフットボールで、イギリス人がナイターって言うかもしれないんですけど、ちょっと確認できなかったんですか。イギリス人の友達は連絡できなかったんですから、アメリカ英語は言わないんですよね。ナイトゲーム。次のスポーツは、いろんなところで使われてるけど、多分オリジナルは野球だと思います。ドマイン。これは大好き。ドマインは、いや、気にしないで、心配しないでとか、失敗した時だけど、いやいや、大丈夫。相手を励ます言葉ですよね。失敗しても、いいよ、大丈夫だよ、頑張りましょう。ところで、これは英語だったら、don't mind。で、これは、I don't mind とか、he doesn't mind とか、というフレーズは英語にはあるんですよ。これは、例えば、I don't mind は、構いませんよとか、私は あまり気にしてないよという意味ですけど、普通だったら、集合が必要ですよね。I don't mind, he doesn't mind, she doesn't mind、ね。彼は気にしてないよとか、彼女気にしてないよとか、やっていいよという感じですよね。ところで、don't mind とか、don't mind, don't mind だけの命令は、ないんですよ。これは、mind の代わりに、worry って言うんですよ。don't worry, 心配しないでってよく言うんですよ。英語で。don't mind は完全、日本語でございます。そして、これはゴルフからの言葉だけど、たまたまスポーツの外来語を探してた時にこれ見つけたんですよ。私ゴルフやらないんですから、これ知らなかったんですけど、これめっちゃ面白いんですよね。イケポチャ。大好き、こういう。これ、俺ら、オノマトペですよね。ボールが池の中に入ったら、お水に入った時に、ポチャーという音がしますから、池ポチャーっていう。まあ、じゃあ、ゴールやってる友達、ぜひコメントで、これ、よく、本当によく使うかどうか私知りたいんですけど、池ポチャーっていうのは、めっちゃいいな。日本のオノマトペは私はもう本当に好きですよ。実は私このシリーズに入ってないけど、またもうすごい好きだから入れたんですね。なんか飲んでる時には音とと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 同じようにイケポチャッと私結構好きです。これ外来語とは言えないんですよね。オノマトペは外来語だから、まあそれでセーフっていう言葉にしよう。あ、セーフも外来語だけど、まあ英語のセーフ。全く同じように使うんですよね。次でございます。ナイスショー。これはね、英語でナイスショットって言うんですけど、この略の仕方はものすごく面白いから私は入れたんですよね。ナイスショット。英語の、まあ、ネイティブのように話すと、おー、ナイスショット。実は私も気づかなかったんですけど、その最後の T、最後の T、あんまりはっきり言わないんですよ。普通に言ったら、おー、ナイスショット。確かに聞こえないんです。だからこの外来語は実は私たちが言ってることに正しいんですよね。ナイスショット。ところでこのショット他の外来語になるんですよね。例えばバーの中でテキラショット頼むといきなりこの T が日本語のカタカナに出てくる。ちゃんと音がするんですよね。これがまた面白いんです。なぜかというと、ゴルフとショット
もうガン、鉄砲のショットと、あの飲み物のショットとか全く同じ言葉で、なぜかというと、この、まあ、鉄砲からシュートなんか早く出すっていうことで、ショットは同じように、まあ、鉄砲みたいにシューティングドリンクスって言うんですよね。こう Let's do shots とかシューティングドリンクスとかギュッと、もう同じように全く同じ単語なのに、あのゴルフの中でナイスショット T は聞こえないけど、テキーラショットいきなり T が聞こえる。それでは、まあ、テキラショットというつながりで、スポーツの世界から最後のカテゴリーの料理と飲み物のフードとドリンクの、カテゴリーに入らせていただきたいと思います。まずは、これはよく私最初日本に行った時に笑ってたんですね。アメリカンドッグというのはありますよね。アメリカンドッグ、そのコーンブレッドのようなパンに入ってるホットドッグというものはアメリカンドッグっていうんですね。まあ、当然アメリカ人はあのアメリカンドッグは呼んでないんですよね。これは、アメリカで言うとコーンドッグって言うんですよね。で、私カナダ人だから私見たことなかったんですね。実はこのアメリカの文化、私は日本に行ってから学んだんですよ。そこまであのカナダとアメリカは隣同士なのに伝わらないのもあるということですよね。だから日本に行った時にアメリカンドッグコンビニに見たら、あの食べたらこれめっちゃいいんですけど、アメリカでなんて呼ぶんでしょうかと思ったら、調べたらコーンドッグということですよね。だから日本人の皆様、英語教えていただきましてありがとうございました。それでは次はバイキング、ブッフェみたいにいろんなあの食べ物があの食べれるしとか、食べたい放題とか食べ放題ですよね。だからバイキングは面白いんですよね。バイキングはある人種みたいな、そういう人間のグループだったんですけど、歴史の中でこれはね、8世紀から11世紀のに生きてたデンマーク、ノルウェー、スウェーデンのその辺の人たちで、イメージはあのすっごくあの船乗ったりとか戦争したりとか、ラフとか大きいとか背高いとか強いガッチャーングワーというような、実はあのカナダとかアメリカの先にヨーロッパからあの見つけた人はそのバイキンたちの人たちだけど、残ってなかったから、まあ、コロンブスさんがなんかそのあのアメリカ発明したっていう、発明っていうか、まあ、見つけたっていうあの説になってるんですけれども、でその人たちが大きいとかラフとかエネルギッシュだから、いっぱい食べないと生きていけないっていう、うわーっとラフに食べる、だからそういうバイキングが日本でそういう名前になったと思ったんです。ああ、日本人天才やなと思ったんです。ところでもうちょっと細かく調べますと、あ、全然違うんですよね。東京にある帝国ホテルに、まだあるかどうか分かんないんですけど、インペリアルバイキング、帝国バイキングというレストランがあって、そのレストランの名前から取ったバイキングという食べ方のスタイルというか、ディナーするスタイルがあのそのレストランで、まあ、生まれたか日本でポピュラーになったかどっちか、だからレストランの名前から取ったあの外来語になってるらしくて、へえと思ったんですね。そしてまあこれはすごいあのベタなやつだけど、アイスは面白い。バニラアイスとかチョコアイスとか、これはもう略してるんですよね。我々は絶対アイスと言わない、アイスクリームって言うんですよね。アイスクリーム、アイスだけ言うと氷が出てくるから、もう元々面白いなと思ってたんですね。そしてこれは最後でございます。これも私は初めて日本に来た時によく聞いてたけど、いつも笑ってたんですね。居酒屋のマスターが、これあのお金いらない、これはちょっと私のプレゼントと言うとき、いつもサービスと言うんですよね。サービス、これはね、やっぱりサービスという英語から来てるけど、サービスと言わないんですよね。英語だったら on the house とか with my compliments とか complimentary とか、こういう単語を言うんですよね。サービスと言わない。サービスはただなんかやってるとか、なんかやってあげるとか、だから、なんで英語の意味から
日本語はこれがタダですとか、これは私がおごりますという意味になったのは、すごいなんかつながりはわかるけど、英語ではサービスはこういうふうに使わないんですよね。またちょっと違うんですから。皆様、本日のビデオいかがでしたか？もし何か疑問とか、レスポンスとか、リアクションとか、反応とか、判断とか何かありましたら、ぜひ、下のコメントに入れていただけたら幸いでございます。あと、いいね押していただけたら、もう、なんと感謝申し上げて言うやら言葉もございません。ぜひ、もし、チャンネル登録はまだでしたら、ぜひ、チャンネル登録もしていただけたら幸いでございます。あと、本日のビデオは、決してお金はかからないんですよね。何も払わなくていいんです。私からの一つのサービスでございます。